制限付きのオークションやろうっていう感じになってるわけ。で、今は制限付きのオークションになってるわけね。
そのいろんな試行錯誤っていうのは実はいろんな国ではみんなやるんだよ、うん、試行錯誤っていうのは実に意味があって試行錯誤をしながら実は賢くなるんだよ、うん、でも試行錯誤も全くしないからずっとバカのままいくっていうのはよくあるはずだから、何でもそうなんだけど、なんかいろいろ躊躇して何もできない人っていうのは試行錯誤はないんだよね、はい、でこの手の話で試行錯誤っていうとね、実験にするのかっていう言い方するんだけど、はいはいはい、でもねある程度必要なんだよ、はい、だからどこの国も完全オークションっつってね、もう制限なしでオークションしてね、すごい高値になっちゃって事業者が潰れたり、そういう歴史があるんだよ、間違いないんだよ、間違いないんだけど、でも私の印象では試行錯誤する国の方が賢くなる、はい、試行錯誤の結果それをより良くして、次はもうちょっと良くするということになるから、はい、これいろんな場合でずっと見てて、いろんなのを見てて、そういう意味があるんだ、いろんなのを見てて、そうだよ、そうだよ、美味しいのでね、四国ビリだからね、ビリになって37番目か8番目なんだけど、ビリになったらそれはね、全部の目見てるよ、全部の目見てるけど、その意味でのなんかノウハウの蓄積って全くないよ、普通はノウハウの蓄積がそこそこあって、それをいろんな生かしながらあったんで、そのノウハウの蓄積っていうのはなんていうかな、次のステップになるんだと、それはないんだよね、失敗から学ぶってことを発想としてないってことないね、それは逆に逆には韓国の状態だから流星っていう言葉で逆に失敗しないっていう思い込んでたね、すごい失敗するすごい失敗するんだけどね、はい、流星っていうのがあると思い込んでるから、うん、こういう形になって、じゃあ OECD 国で実施国 B っていうね、非常に不明なことになるんじゃないの。皆さんの質問をお待ちしております。よかった
北海道そばじゃないんですか。ちょっと小西先生いらっしゃらないですか。小西さん、いらっしゃらない。今いるのかいないのか教えてください。あの小西さんがツイッターで僕にやる正月の書いてるんですね。この件について議論しましょう。小西さん、小西洋さん、あの秘書の方ですよね。いるのかいないかも答えられないんですかね。小西先生が今お部屋にいらっしゃるのかどうかすら答えられない。いや、答えられないんですか。小西さん、いらっしゃるんですよね。はい、小西ですけど、はい、はい、今、今の被災対応で千葉県知事に対して、はい、まあ、連絡してるさなか、先ほどお電話いただいたときに法務長なんかに対応できないときちんと秘書からご連絡させていただきました。一切をするなら、お手伝いいただきます。一切をするんです。一切をしないから。あなたはツイッターで私に対してね、国連憲章とか憲法を無視してでツイートしてるじゃないですか。だから何ですか。だから議論しませんかって。あなたじゃあこれからどうするんですか。議論しなくしないか。私も別に議論はしなくてもいいですよ。じゃああなたは、いや、私はあなたから、うん、あの今今日この週の会で何の連絡もいただいてないんですか。ツイッターで出すもちろんあなた。私もですか。はい、あの立花さんが、あの今お忙しいんで、じゃあ分かりました。じゃあ一応ちょっと待って、ディスナーって感じですよ。立花さんが私に対してツイッターか何かで議論呼びかけていいですか。はい、あ、申し訳ありません。もう千葉の被災対応で朝から昼や夜まで必死に私今やってますので、全く存じ上げませんでした。で今も今申し上げたように、だから今私が中心に狙ってるので今お一人いただけますか。じゃあこの後もお一人いただけますか。それいいですよ。この後もじゃあお話する気はない。今はできません。じゃあこれなんかお待ちしますよ。それは今お答えいただきたい。いや、これなんかお待ちしてますけど、公務中ですから内容でない。もしあのご連絡やるんでしたら、はい、委員会館を管理する事務委員会に申し立てますけど、どうぞ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 。何か政府のところに何がするって言ったんじゃないんですか。今あなたが撮ってる動画を議員委員会に全くノーカットで提出しますか。いいですよね。じゃあ、じゃあそうしてくださるんだったら、やることを検討します。ただ今もうそんなことをやってる、今ここで考えてご返事する人もありませんよ。今被災対応やってるから、これ以上にやることはしますから。いいですよ、それでいいですよね。それでいいですよ。被災対応今やってる。いや、だからそれをやるのは自由ですよ。今日この瞬間もだから自由なんで、妨害されてると思うんだったら、どうかその対応を自衛隊が総合体制に無線に作ってくれているので、はい、どうかそこに派遣要請をしてくださいというお願いを、はい、まあ、私内閣が違ったら、そのために仕事してないから、まさにそれをやってるんですか。あなた被災した後に僕に対するツイッターを書いてるじゃないですか。そんな暇があるんだったら、僕のことに対して国連憲章違反だとか憲法違反だとかいう暇があるんだったら、被災の後からそんなことを書いてね。ずっと被災対応をやっているけれども、被災してから日本国の国会に入るこの自然検証に反することをしているのを、それは見逃すこともそれもできません。だから見逃すことできないこと書いたんだったら、終わってからでも今からでも一応ね、議論できるのか。でしたら、これから、それを分かっていらしてくださるんですから、金融委員会で呼び出しの基盤を申し上げます。この件を、金融委員会に申し上げることができます。YouTube で全部アップロードしますから、いいですよね。検討した後に、検討して、もし金融委員会で、もうそんなことはどうでもいいから、YouTube に上げていいですか？お断りします。お断りするの？はい。情けないね。まあ、今、上げてあげるから。上げてあげるから、それでも文句あったら言ってください。被災対応してるんで、お一人いただけますか？いやです。だってあなたさ、被災対応変わらないから、なんか、主演さんを呼びます。呼んでください。呼んでください。国会の主演さんを呼びます。はい、だから呼んでください。なんか、言ってるのはやらないから、呼んでくださいって言ってるんですよ。まあ、国会人としてどうするの？じゃあいつか必ず連絡いただけるんだったら取りますよ。みんな関わりたくないから文句言わなくなった。反応した方がいいよ。業者と共謀して、
クロマグロ合わせて18両の漁獲量を県に報告しなかったことが分かっています。クロマグロについては資源管理のため漁業法で漁獲量を報告することが義務付けられていますが、大間漁協の例は一部のマグロ漁船が漁協を通さずに直接仲卸業者などに流通させる漁獲量を行われているのではないかと思います。2人は漁獲ないからもっと温めた。メガバンクの三井住友銀行はこの春に入行する新卒の初任給を5万円引き上げる方針を決めました。初任給引き上げは16年ぶりです。5万大きい。関係者によりますと三井住友銀行は4月に入行するおよそ400人の初任給を一律5万円引き上げ、大卒は20万2000円とします。物価高に加え、デジタル化などに対応し、優秀な人材を確保する狙いがあります。金融大手では、三菱 UFJ 銀行が去年、新卒の一部に能力に応じた給与体系を導入したほか、みずほフィナンシャルグループも来年春に初任給を引き上げる方向です。ヤンキー先生としてメディアに出演していた兵庫県立高校の教師の男が知人女性に地獄に道連れじゃなどとメッセージを送り脅した疑いで逮捕されました。兵庫県立高校の教師三輪光容疑者は2021年4月から去年5月の間に知人女性に SNS を通じて必ず恨み倒したる地獄に道連れじゃ覚えとけよなどと送信し脅した疑いが持たれています。警察の調べに対し、喧嘩の延長線上で脅迫したつもりはありませんと容疑を否認しているということです。三輪容疑者は以前赴任していた兵庫県姫路市内の高校で柔道の指導を通じて生徒を構成させるヤンキー先生としてテレビ番組などにも出演していました。社会部上田さん、先ほど渋谷署に入った2人についてどういった取り調べが今後進められるんでしょうか。2019年に特殊詐欺事件に関与したとして窃盗容疑で逮捕されていて、メインはその容疑に関する取り調べです。ただ今回逮捕された2人を含むフィリピンの男ら4人は一連の強盗事件への関与も疑われていて、別件逮捕にならないレベルでそちらについても質問していくことになると考えられます。取り調べなどが終わった後、2人は別々の車で留置先となる都内の別々の警察署などに身柄が移される予定です。同じ収容所にいた4人は事前に相談し口裏を合わせていた可能性も考えられます。警視庁は男らの供述のみに頼ることなく、当然携帯電話の解析や金の流れなどの証拠を積み上げて事件の全貌を明らかにしていくものとみられます。またフィリピンに残る2人の移送に関して新たな情報も入ってきました。警視庁は現地に数人の捜査員を追加で派遣したことが分かりました。明日にも送還が行われる見通しの2人について安全を期すため追加要員として派遣したものとみられます。アメリカ領空で中国の気球が撃墜され両国の対立が高まる中、中国軍も過去に外国の偵察気球を撃墜していたことが分かりました。複数の中国メディアは2019年に中国軍が上空に白い浮遊物を発見し動力がある無人の偵察気球と判断して戦闘機のミサイルで撃墜したと伝えていました。落下した残骸から外国のものと判明したとしています。中国軍は当時こうした偵察気球について安全の脅威になると強い危機感を示していました。中国政府はアメリカが4日
大西洋上空で偵察用だとして中国の気球を撃墜したことについて、民間の気象観測用で過剰な反応だなどと反発していました。回転寿司店などでの迷惑行為を撮影した動画の投稿が相次いでいることについて、河野デジタル大臣はネット上に動画が残るとして将来を考えた責任ある行動を呼びかけました。そういう行為をインターネットに上げるということは、インターネット上にそれが残るわけですから、そういうことも考えて、責任ある将来を考えた行動をしていただきたい。河野デジタル大臣は、飲食店での迷惑行為について、一般論としながらも、犯罪行為に当たる恐れがあると指摘しました。その上で、SNS への投稿により、インターネット上に動画が残ることから、迷惑を将来を考えた責任ある行動を指摘しました。つばつばいっぱいつけられたものを食べた人、日本が身柄の送還を求めている残り2人の渡辺優樹容疑者と小島智信容疑者について、フィリピン国内での裁判が棄却されました。送還の手続きが本格化します。日本が身柄の送還を求めている渡辺優樹容疑者と小島智信容疑者は、フィリピンで帰国となっている裁判が送還できない状態になっていましたが、担当する弁護士によりますと、裁判所は今日2人の裁判を繰り返される判断をしました。ものすごいニュースも取り扱っている。法的な条件が整うことになります。一方、会見したフィリピンのレムリア法相は、収容所にいた4人の容疑者が所持していた24台の携帯電話などを証拠として日本側に引き渡すと明らかにしました。特殊詐欺事件に関与しているとされ、フィリピンの収容所から航空機で日本へ移送中の男2人が公開中の機内で警視庁に逮捕されました。フィリピンから航空機で移送中の今村清人容疑者と藤田俊哉容疑者は、2019年に起きたそれぞれ別の特殊詐欺事件に関与したとして逮捕状も出ています。警視庁は航空機が公海上に入ったことを確認し、午後0時20分過ぎに逮捕しました。2人は機内の中央部分の座席に警視庁の捜査員らと共に座っていて、そのエリア全体がカーテンで囲われ、周りからは見られないようにされているということです。2人は日本に到着後、都内の警察署に身柄を移され、取り調べを受けることになります。去年、京都市内で発生し、ルフィを名乗る人物も関わった疑いがある時計販売店の強盗事件で、警察は犯行の資金を提供した疑いで22歳の男を今日にも逮捕する方針を決めました。去年5月、京都市中京区の時計販売店で高級腕時計41本およそ6900万円相当が奪われました。警察はこれまでに指示役の男1人と実行役と時計の売却役の男女8人を逮捕しました。捜査関係者によりますと、関東地方に住む男は実行役らとやり取りして犯行の資金を提供した疑いがあるとみられていて、警察はこの男を強盗の疑いで今日にも逮捕する方針です。この事件では逮捕されている実行役がルフィを名乗る人物とやり取りしていたと供述していて、警察は全国で相次ぐ強盗事件と関連する疑いがあるとみて調べています。土砂災害を防ぐために国が砂防指定地として定めている静岡市の山間部に無許可で盛り土をしたとして残土処分会社の元社長らが逮捕されました。静岡県砂防指定地管理条例違反の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区の残土処分会社元社長富田八蔵容疑者と息子で現社長正一容疑者です。富田容疑者らは国が砂防指定地として定めている静岡市葵区の山間部の2つの地区に知事の許可を得ずに盛り土をし、土地の改変を行った疑いが、
犬もあんじゃん。これいつ？明日？今で、今。今日も過去のこと？今？今みたいな感じでしょ。どうやったの？特殊詐欺事件で逮捕され日本に帰国した男2人について最新の情報です。警視庁は先ほど今村清人容疑者については特殊詐欺事件でフィリピンから電話をかけていた拠点の1カ所を統括していたリーダー格の1人と見られると明らかにしました。一方藤田俊也容疑者については受け子をリクルートする役割を担っていたと見られています。で2人の認否については明らかにされませんでした。現地で4人が使っていた可能性のある15台ほどの携帯電話とタブレットにつきましては現在日本に運ぶ手続き中だということです。フィリピンに残っている渡辺容疑者2人については早ければ明日にも。トルコ南東部で6日発生した大地震、トルコ国内の死者は少なくとも3300人を超えています。発生から30時間以上経ちましたけれども今も倒壊した建物からは救出される子供たちの姿が。 ANN のカメラは被災地の惨状を目の当たりにしました。この場所にはですね、赤に立っているような14階建てのマンションが建っていました。それが建物として、崩壊したということです。まだ3人が行方不明だということで、懸命の捜索活動が続けられています。新落ちとされるガジアンテップ県から210キロほどにあるアダナ。現地は気温 6.6 度と冬真っ只中です。レスキュー隊は余震の恐怖と寒空のもと救助を続けます。カメラは少年の命を救う瞬間を捉えました。昨日、トルコで相次いだ地震。余震でビルが倒れ、大きな砂ぼこりが舞います。人々は逃げ惑うしか術はありません。昨日早朝、トルコ・ガジアンテップ県を震源とするマグニチュード 7.8 の地震。夜には再び 7.5 の地震が襲いました。
防犯カメラには次々に商品が落ちる様子が映し出されています。テレビ中継中にも余震が襲います。こっちへ来い、こっちへ来い。ちょうどその瓦礫の下の救助活動に向かっている時でした。2度激しい余震が発生しました。こっちに来て、早く霧も来るんだ。怯える子供にリポーターが避難を促します。お母さんのところに行こう。死者が少なくとも3300人を超えました。負傷者なマンションやモスクが立ち並ぶ美しい街並み、一夜にして一変していました。築年数も新しそうな高層マンション、地震でその半分が崩壊しています。取り残された女性と男性の姿も見えます。いつ崩れてもおかしくない建物、一刻を争う中、レスキュー隊は懸命の救助を続けています。隣国シリアでも少年のようです。幸い命に別状はなく、この後救助されたということです。日本人も被災していました。そのインタビュー中にも、現地トルコに6人住むバレリーナの落合さん、余震の恐れもありホテルに避難したそうです。夜は一応部屋に昨日インタビューに応じていた際も強い余震が襲いました。東京消防庁は国際消防救助隊として6人を現地に派遣しました。田辺さん、寒さと余震の中で地震発生から32時間が経ちました。そうですね、トルコという国は歴史的
的にも日本と同じように巨大地震を多発する国ですが、72時間というね、この時間を超えてくると生存率が下がってくるというふうに言われてますから、一刻も早く救出しなければいけないと。ただ余震が続いていて、最初のあの揺れで建物自体が脆弱になってますから、少々の揺れでも崩れる危険があるというこの二次災害の恐れもあるわけですよね。今回のあの被害の地域がですね、トルコとそれからシリアにまたがっている。シリアという国はもうご存知の通り内戦状態になって、国情が不安定な中にありますから、国際的な支援というのもきちんと入るのかどうなのか、救出活動という点でもその部分もちょっと心配なんですけどね。捜査費用を私的に流用していた疑いです。奈良県警などによりますと、県内最大の奈良警察署で勤務する刑事一課長の男性警部は、今月1日から無断欠勤をして一時失踪していました。警察が調べたところ、男性警部がギャンブルにのめり込み借金を重ねていて、警部が管理していた捜査費用のうち少なくとも数万円がなくなっていたということです。警察は男性警部が捜査費用を私的に流用していた可能性があるとみて、業務上横領の疑いも視野に捜査しています。盛り上がっているのは山形市内のラーメン店の店主たち。その理由は、今日公表された総務省の家計調査の結果、外食でのラーメン年間支出額が全国で山形市が1位。ものすごく嬉しいですし、まあ、市民の皆さんと一緒に喜び合いたいなと。まあ、全国では知らないのが分かりませんが、まあ、見たことできるのかと。前年1位だった新潟市を抜き、王座を奪還した山形市。年間支出額は13,196円。市役所のあちこちでこの盛り上がり。心理を持って努力をして美味しいものを提供して、でお客様に喜んでいただけるように、その結果が1位ということであればなお嬉しいということです。一方、王座から陥落したこちらは、ねえ、ちょうど張り合ってるの知らないから、新潟の方が勝っていると思います。はい、秋の方では負けてないと思います。新潟市長も、美味しいけどそんな別に、あ、正直残念です。今後も山形と、いいライバルとしてこのラーメンを盛り上げていければというふうに考えています。日本一となった山形ラーメン。なぜ山形がラーメン王国と呼ばれるまでになったのでしょうか。全国の5000杯以上のラーメンを食べ歩いているラーメン評論家の本屋亜紀さんは、仕事なんだ。山形は夏には夏の冷やしラーメンという文化があるので、夏もラーメンの消費量がうちの山形市長なんです。暑くてもラーメンを食べたいという魂、山形のラーメン愛の魂を感じております。今でこそ知られる冷やしラーメン、その発祥はこちら山形独自の文化からといいます。さらに、山形の人にとってのラーメンはおもてなし料理です。お添えたてラーメンを出してるお店がすごく多くて、お客様が来た時はラーメンを出前しようという文化が今も昔も色濃く根付いてるなという、本当にみんなよく食べてるって思うんですよね。
知らない。宮崎市出身の店長は今回やっぱ日本一になったということで、また2年連続なので、それ以上の宇都宮さんの中で来た反響というのはすごく期待しております。盛り上がった最近宮崎が盛り上げてる、頑張ってる。マンゴーじゃなかったの宮崎マンゴー以外で頑張ってる落ちたけど、全部の条件が満たされても反対なの。てめえの金をな、トヨタの最新 EV で真冬の高速道路を走るとどうなるのか。今回はこちらの DG4X で千葉から愛知まで往復約700キロ走って検証していきたいと思います。年末の帰省のタイミングで動画を撮っておりますが、マイカーが1年の中で最も活躍するシーンの一つが年末年始の帰省ですよね。気温が低い中での高速走行という使い方が果たして EV にとってどうなのか。それでは早速出発しましょう。まず今回の検証の前提条件をお話しますね。今千葉県にいるんですけども、目的地は愛知ですね。妻の実家に帰省するんですけども、片道約360キロ、往復720キロのドライブです。この BG4XWLTC モードの航続可能距離が487キロなんですね。バッテリー容量は 71.4kWh。 これ結構ね、多い方だと思います。目的地が妻の実家なので、マンション住まいなんですよね。ということもあって充電器がないと。私は翌日戻ってくるんですけど、実質720キロのドライブの目的じゃないでしょうか。実家で充電できればまたリセットできるんですけどね、ちょっと今回はそうはいかないと。 EV はですね、自宅とかあと目的地の普通充電をベースに、足りない分を道中の急速充電で賄うというのがまあ基本の運用と言われていまして、 EV を買う人なら自宅で充電はできる人がほとんどだと思いますけども、現状はですね、充電器のある旅館とかホテルとかそういうところを選ばないと長距離ドライブでは目的地での充電は厳しいんですよね。今回の規制も同じです。こちらの BG4X 4駆なんですけども、カタログ値で487キロの走行可能距離なんですけども、720キロなので途中充電何回入りそうですかね。単純計算で充電1回で済むと思いますか。私はね、そうはちょっと思わないんですけども、その辺もね、予想しながら見ていただけると嬉しいです。カタログ487キロなんですけども、現在ほぼ満充電で走行可能距離がですね274キロ、スイッチをオンした時点で、まあ、今1キロ減りましたけど、カタログ480キロに対して270キロはこれかなり厳しそうですね。この時点で片道360キロなので、充電なしでは絶対にたどり着けないということになりますよね。こんなに減っちゃうのか。今回はですね、真冬の低温環境下になりますし、年末なのでサービスエリアの充電スポットも混雑してるんじゃないかなと思います。あと新東名の120キロ区間も走りますので、EV にとっては結構厳しい環境での検証になります。検証はですね、EV に優しい使い方、暖房は使わずに分厚く着込んで、毛布をかけてとか、そういう乗り方をしたら航続距離に伸びると思うんですけども、まあ、実際ですね、実生活でそんな運用はなかなか難しいので、今回はエアコンはガンガン使って、高速の120キロ区間ではしっかりと120キロ出して運転していきたいと思います。まあ、本当はね、スピードは出さなければ出さないほど燃費は良くなるんですけども、しっかり走っていられないので、そんな感じでいきます。それから綿密な充電計画も立ててません。現状のインフラだとね、多分その辺考えてから行った方がいいんですけども、今後 EV が普及してくるということを考えると、そういう道中の充電の心配をしなくてもね、遠出ができるということが重要だと思いますので、それが現時点でどうなのかというところを検証していきたいと思います。まずちょっと驚きの情報なんですけども、実は BG4X の公式ウェブサイトを見ると、 BEV 実用情報というページがありまして、電気自動車の使用環境とか走行方法といった実際に運用するにあたってのポイントが紹介されています。これ普通はね、EV のメリットとか便利に使えるシチュエーションを紹介すると思うんですけど、トヨタはユーザー本位というか正直というか、こういう使い方や環境は苦手ですよという情報を公開
音とスピードですね、ここに弱点があると。この BG4X に積んでいるリチウムイオン電池ですね、これの特性上気温が低くなるとですね、航続距離が減少してしまうということなんですよね。例えば20度が一番効率がいいらしいんですけども、20度とマイナス5度で比べると最大なんとですね 55% も航続距離が下がる場合があるそうなんですね。つまり半分以下になると、それぐらい気温の影響は大きいみたいです。今この出発時点では気温が0度前後なので、かなり、ね、厳しい状況であるのは間違いないです。それから走行スピード、こちらもですね、ガソリン車とかハイブリッド車だと高速走行するとエンジンの負荷が下がって燃費が向上すると、まあ、これは皆さん、ね、感覚で分かっていると思います。ただ EV は逆でですね、モーターの特性上スピードが速くなればなるほど負荷が増加していくと、つまり航続距離が減少してしまいます。これの例えば20度で比べたときに時速40キロでずっと走り続けるのと100キロで走り続けるのではですね、これもなんと 53% ほど航続距離が短くなる場合がある。気温の条件とスピードの条件、一番いい状況と悪い状況で比べると、気温が22度でエアコンをかけずに40キロで走り続ける、そうするとね、カタログ値の 50% 増しぐらいになるそうです。これだいたいカタログ500キロなので750キロぐらい走れるということになります。逆にマイナス5度以下でエアコンをかけて100キロで走り続けるとどうなるのかというと、なんと 60% ね、カタログより減ってしまうらしいです。500キロだとすると200キロしか走れない。つまりですね、一番いい条件で750キロ走れます。一番悪い状況だと200キロになっちゃいます。550キロも差が出ちゃうんですよ。これ公式が言ってますからね。今回、まあ、気温これからね、どんどん上がってくるとは思いますが、それでも0度から5度ぐらいの間で高速道路を走り続けますので、まあ、これ全然あり得るシチュエーションだと思うんですよね。これを見ても分かるように、トヨタが公式に冬の高速はやばいと言ってるようなものなんですよ。本当にここまで厳しいのかというのは今日ね、実際に試してみます。常識になってそこまで意識して話はありますけども、スムーズに次の人が充電できるようにおかわり充電はしないようにということですね、まあ、これは EV を利用する上でのマナーの一つかなと思います。充電30分で戻ってこないといけないので、サービスエリアなのでいろいろ時間を潰せる場所はあるんですけども、そんなにめちゃくちゃゆっくりできるほどの時間でもないかなという感じですね。充電が終わったら、ね、すぐにこの場所移動できるように、まあ、ちょっと早めに戻っておく必要もあると思いますので、車の中で待っておくのが一番いいですけども、そんなにゆっくりはできないというところが現状だと思います。BG4X はですね、マイルームモードというのがありまして、充電中にイグニッションをオンにすると、まあ、エアコンとかシートヒーターとかもそうですし、あとオーディオとかね、そういったものを起動して車内で待機することができます。ただ BG4X、ちょっといまいちだなと思うのが、今どれぐらいのスピードで充電されているのかというのがわからないんですよね。あと、何パーセントとかもう充電中は消えてしまいますので、まあ、唯一出るのがこの満充電まで1時間50分と、まあ、これだけですね。これ他の電気自動車だと今、まあ、どれぐらいのスピード出てるとか何パーセント充電されているとか出ますので、これは少し見直してほしいんじゃないかなと思いますね。実際今やってみて思います。掛川パーキングエリアで充電しようと思います。駿河湾沼津から85キロくらいですかね。ちょっとね、これは微妙ですね。しかもホテルの急速充電器とかイオンモールの、まあ、気をつけないといけないなと思うので、まあ、80% ぐらいまでは計算